終わりそうですか。あと何本ですか。1,2,3,4,5。どうですか。残り8本。まあ今日はちょっと厳しいかな。厳しい。うん。枝片付けとかがやっぱり時間かかるからね。じゃあ本日もご安全に。ご安全に。ご安全に。はい。
俺じゃおらんけどね。そうっすね。握りにかね。するかな。やっぱ受け口は結構そっちだったね。最初の方が良かったかも。ああ、そっか、枝があるから。最初んでよかったってやつですね。まあまあまあ、すいません。俺が余計なこと言ったら。角度によるもんね。俺はこんな感じだけどね。
まい。いいっすね、これはだいぶ達成感あるんじゃないですか。どうします？枝リビングしてもいいですけど、こっちがいい。いや、これはこのままこのまま、うん、次はロープで牽引して、うん、してなんか初めてこんな木倒すかもしれない。肩が枯れて枯れてるからロープでやるって感じですか？倒す方向と逆側に枝が張ってて重心があっちで、なおかつこっちの枝は葉っぱはなくこっちだけ葉がついてて、こう重心が倒したい方向はこっちで、こうだからこれは引っ張った方がいいなっていう判断で。なるほど。引っ張ります。首が飛んじゃう。じゃあ、だけあそこカメラ大丈夫かなっていう。まあ、人が亡くなるよりは。だから、元気さんもカメラ先来たからもう上がってこないよなって。容量がいっぱいになっちゃった。何年か前にそれでワイヤー切れて3人ぐらい一気に首ぶっ飛んだ。あれがある。北海道だったかな。もう結構昔っすよ。で3人ぐらい一気に首吹っ飛びました。ロープでもちぎれる。ホラー映画。はい、ガチでホラー。
え、ムササビいましたよ。あ、これ？はい。そっか、飛んでいった。あの、下の方に飛んでいきました。上から下に行ってんの、あっちの方の杉とかに行ってんの。そうっすね、あっちの杉に向かって入った飛んでいきました。落とします。はい、コンクリの方がいいっすよ。うん、ちょっと下入ります。はい。